こんにちは。カナダ在住の山田です。中華人民共和国カナダ賞1周年薬物合法化強制デジタル ID ということで話をしていきたいと思います。 はい、えー、ちょうど1年前の今日ですね、2022年2月14日、カナダは大きな天気を迎えました。えー、トルドーがですね、自分に歯向かってくる国民、この時フリーダムコンボイっていうね、大規模な抗議活動が起きていました。えっ、ー、と、僕もこのムーブメントに賛同をして、実際参加していたメンバーの一人だったわけなんですが、これを国家安全保障リスクのあるテロリストっていうふうに同等,同等っていうふうにしまして、で、緊急事態法っていうものを使ったわけなんですね。で、あれからちょうど1年経ちましたから、じゃあ今カナダどうなってんだって話とか、そのあたりを皆さんに今回紹介していきたいと思うんです。 が最初にまず一つ、えー、と、皆さんにお伝えしておきたいんですが、あの、まあ、こういうふうに政治的にカナダはクソみたいなところがいっぱいあるわけなんですが、ただやっぱ気候はすごくいいので、例えば夏なんかはね、バンクーバーすごくカラッとしていて気持ちがいいので、一回ね、あの、旅行に来てみてはいかがでしょうかって、これは本当に思っています。はい。 で、ちょっと本題入っていきたいと思いますが、このトルドーが自国民に使った緊急事態法なんですが、元々は戦時特措法っていう名前でした。第1次、第2次世界大戦中と、オクトーバークライシスっていうテロ事件が多発していた時にしか使われたことがなかったものなんですね。で、緊急事態法っていう風に名前が変わった後、誰も使ったことがなかったんですが、トルドーが初めて使いました。そしてその対象は、トラック運転手だったっていう、なんだそのダサい話はっていうようなことだったんですね。 で、えっと、これに関して現場の警察であるとか、情報機関っていうのは、もう危険性も何にもないから、そんなものを使う必要はないっていうふうに報告であるとか主張していたんですが、フリーダムコンボイ側の代表と、えっと、この時現場になっていた首都のオタワ、そこの市長が会談するっていうことを知ったトルドーが、急遽もうくったらない、クソの価値もないような奴らのメンツを保つために、緊急事態法っていうのを使って、で、この話をポシャにしたんですね。 元々トルドーはもう絶対あいつらには合わないっていうふうに言い続けていたわけなんですが、それに反して、えっ、ー、と、そのお膝元になっている首都の市長が会うなんてことになれば、それ自分たちのメンツ丸つぶれになって、なることになるわけなんですね。っていうことを防ぐために使ったっていうことだったんですが、まあ、この辺に関する、あの、詳しい調査結果は、えっ、ー、と、多分来週までには出る予定だと思いますので、まあ、その時のトルドーの反応を見たいなっていうふうに思います。はい。 で、えっ、ー、と、この件に関して、もう本当に1年前連日皆さんにお届けしたわけなんですが、あの、一つお伝えしたいのが、これあの、日本は対岸の火事として見ててはいけないと思うんですね。もちろん、あの、明日、明後日同じことになるとは言いません。5年後、10年後、長いスパンで見たときに、同じことにならないように、政府ちゃんと監視しててねっていうことですね。っていうのは、その、ふざけんな近辺の古文の文在で、みたいな感じで、トルドーに起こるだけで止めてはダメだと思うんですね。これ起きた場所ってどこかって言ったら、カナダなんですよ。 で、カナダって、あの、多分ですけど、皆さん平和なイメージのある国だと思うんですね。で、そこで起きていた。で、じゃあこれを日本の報道って大きく報じていたかって言ったら多分あんまり報じていないんですよね。で、まあそういうふうに平和なイメージのある国で起きていた。これや、トルドのやったことって誇張とか抜きに、あの、本当に中国と変わんないことをやったわけなんですよね。そういうことが起きていたってことを忘れてはいけないと思いますし、あとは、 カナダで起きるんだったら別に他の国だって起きてもおかしくないんじゃないかっていうことなんですよね。なので日本ももしかしたらっていうふうに考えないといけないと思います。ただ、日本とカナダの今の大きな違いって何かって言ったら、これを政府がやる権限を持ってるかどうかっていうところだと思うんですね。なんで、あの、僕このフリーダムコンボより一つ大きく学んだのが、 決して政府に絶大な権力をいかなる理由であれ与えてはならないんだなっていうことを学びました。なんでいかなるチャンスがあろうともそういうのを渡してはいけないっていうふうに思います。あの人間って、あの痛みを感じたりとか、痛みを知らないと、 なかなか気づかなかったり学ばない生き物だっていうふうに僕は今思うんですね。で、自分自身その自由っていうものに対して何の、えっと、考え方もなかったわけなんですが、実際このフリーダムコンボイ前後のところで自分の自由っていうものが、このトルドー政権によって奪われたことで、初めてその痛みっていうのを知ったんですね。で、それで初めて自由っていうもの、こんなに重要なんだというようなことを知ったわけなので、まあその辺の学びができたっていう面では、あの、ね、ある意味カナダにいてよかったかなっていうふうに思うところはあるわけなんですが、はい。まあとりあえずそう とういう痛みから学んだ経験をぜひ皆さんにね、あの、お伝えできたらなっていうふうに思っています。はい。で、そんなところから今1年経って今のカナダどうなってんのかって話なんですが、まあ内部から侵食されてますねっていう話ですね。はい。えっ、ー、と、これツイッターでも一回書きましたが、えっ、ー、と、いよいよですね、1月31日から、カナダの BC 州、今僕が住んでるこのバンクーバーのある州ですね、ここで事実上の違法薬物の所持使用合法化。 の実験が始まっておりますっていう、もう、あの、ちょっと信じられないことになってるわけなんですね。今回この話ちょっと詳しく紹介していきたいと思うんですが、まずこの件ですが、カナダ全土じゃないです。BC 州限定です。で、対象は2023年から2026年までの3年間なんですが、一応予定です。えー、これあの、連邦政府、トルドー政権がゴーサインを出したからやれているだけであって、もしこの後、特にあの、フリーダムコンボイの一つの功績として、保守勢力がめっちゃ伸びたんですね。 で、政権交代がもしかしたらあるかもしれないんですが、この後の選挙で政権交代があった場合、えっ、ー、と、ピエールポイレーブルってね、その保守党の党首がこんなものすぐ辞めさせるっていう,うに言ってますから、えっ、ー、と、すぐこれポシャになる可能性は十分あるわけなんですね。はい。まあ、それは未来の話にちょっと横に置いときまして、えっ、ー、と、これどういう内容かって言ったら、まず18歳以上が対象だっていうことで未成年はダメって話ですね。で、えっ、ー、と、無制限ではなく 2.5g までの所持は警察に見つかっても逮捕も押収もされないと。 で、代わりに警察は、厚生プログラムの案内を渡すということなんですね。で、えっ、ー、と、元々 BC 州がこれ申請した時って 4.5g までの制限にしていたっていうことなんですが、なんかよくわかりませんが、2.5g に削られたっていうことですね。はい。で、ちなみにエポックタイムズがですね、街の中毒者,者,中毒者さんにですね、インタビューしてみたところ、2.5g は少なすぎるわ、みたいな抗議の声も上がってるってことなんですが、 ま、知るかっていう話ですね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあこの合法化ってそもそもなんでやるのって言ったら、まあ僕は正直手に負えなくなったからそれしかやることねえんだろうと思っちゃうんですが、一応彼らの言うには、スティグマ、まあ汚名とか非難みたいなものなんですが、日本語的に言うと人、周りの目を気にするっていう,ような話ですよね。そういうのを和らげることによって治療を受けやすくする。で、その結果命を守れるようにオーバードーズ、過剰摂取を止めようっていう考え方なんですね。 で、えっ、ー、と、まあ、要は、その、治療を受けに行きますっていう風になったら、えー、ちょっと待って、あの人、え、ドラッグの治療を受けに行ってる、うわーちょっと使ってるってことが近づかないとこうみたいな感じになるのを、さ、なることが嫌で、え、だから治療を受けに行く人が少ないんだっていう考え方に乗っ取ってるわけなんですが、 本当にそうなのかっていう話なんですよね。はい。で、ちなみにこの瓶新州なんですが、あの、どういう集かって言ったら、まあ、社会正義マンの創屈みたいな感じになってるところがあるんですね。特にバンクーバー周辺とかね。はい。で、えっ、ー、と、イメージで言うとアメリカのカリフォルニアとかニューヨークみたいな感じだと思ってください。って言えば多分わかりますよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そんなようなところなわけなんですが、じゃこのスティグマに関する話ですよね。えっ、ー、と、当事者はどう考えてるか特にその元々薬物中毒でそこから回復した人がいるわけな、 いるね、何人もいるわけなんですが、まあ、彼らの反論を一つ紹介したいと思うんですが、えっと、ガンチさんっていうですね、人、元中毒者だったんですが、今回復したっていうことなんですが、まあ、政府は何も理解していないというふうに言ってるんですね。はい。で、この人今中毒者支援の前線で活動してるっていうことで、調べてみたら僕の、まあ、めっちゃ近所で働いてるってことが分かりました。はい。まあ、その話は横に置いといて、えっと、ガンチさんが言うにはですね、その、スティグマ、要は周りの目を気にして治療を受けないなんて人見たこと一度もないと。 本人自身がその元々一人だったし、あとは周りにそういう人っていっぱいいるわけなんですよね。で、そういう人である。あとはその今の自分が治療に携わっている人たちを見ても、そういうのは一人もいないと。じゃあ、えー、なんでみんな治療を受けないのかって言ったら、もうシンプル。ドラッグが好きだから。 ま、その快感を失いたくないから治療を受けないんだよっていう風に言っていて、まあ、なんでそうなってくると、実際のその何、何、えー、と、合法化する意味ってどうなのっていう風になってくるわけなんですよね。はい。で、このガンチさんの経験から言うと、13歳でアルコールタイマー始めて、16歳でハードドラッグ始め、で、30代後半には、その我慢できなくて職場で使用するみたいな感じになっちゃって、で、そこで使用が発覚、で、1年間のリハビリ施設送りになって、で、そこで回復はできたっていうことなんですね。 もちろん全員が必ず回復できるとは言いませんが、ただガンチさんはできたっていう話なんですね。でえ、彼が言うには私が構成できたのは、そのスティグマから構成されて治療を受けに行ったからじゃないと。じゃなくて、まあ、要はその時だったら失職する懸念っていうところから、えっ、ー、と、治療を受けるかどうするかっていう選択せままれて、で、治療を受けたら立ち直れたっていう話なんですね。まあ、なので、あの、ここで何言いたいかって言ったら、あの、とりあえずそのスティグマがどうのこうの、 周りの目を気にしてどうのこうのっていうふうに主張している社会正義マンとか政府の意見っていうのは当事者からすると全然的外れだということだそうなんですね。ってなってくるとじゃあこの合法化っていうのがうまくいくかって言われたら僕は決してそんなことないんじゃないかって思っちゃうんですが、はい。じゃ今の BC 州の現実をちょっと紹介しておきたいと思います。これ BC 州のその死因の第1位から第15位まで並べているものなんですが、 薬物の過剰摂取第2位に来てるんですね。はい。なんで深刻な問題っていうのは間違いないかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、この中で一つ注目してほしいのが平均年齢めちゃくちゃ低いというか若いっていうことですね。このカッコの中が、それで亡くなっている人の平均年齢なんですが、ほとんどが70、80代なんですよね。 で、そんな中、薬物の過剰摂取っていうのは44歳っていうめちゃくちゃ若い年齢になっていて、まあ、これもやっぱり問題ですよね。はい。まあなんかコロナコロナって言ってますが、あれ85歳ですからね。はい。っていうようなところも見えてくるかなっていうふうに思います。はい。で、あとはじゃあどういう薬物をいっぱい使ってるかって言ったらフェンタニルですね。これアメリカと同じ状態かなっていうふうに思います。はい。で、あと今ちょっと気になるのはこのオレンジ色の線ですよね。これベンゾジアゼピン系っていうもので、調べたら睡眠薬とか抗不安薬に含まれる成分だっていうことなんですが、これも今なんか結構 ししててててててるるるっっいいううううことととででかななり増えきすねよのが今現実としてあるとじゃあ、今までこの合法化に至るまでのところ BC 種ってどういうことをやってきたのかっていうところもちょっと振り返っていきたいと思うんですが、これ1996年から2022年までの、えー、っと、その過剰摂取によって亡くなっている人たちの推移ですね。この、なんていうのた、縦のグラフが、 えっと、その実際の数字。で、この折れ線グラフは100万人あたりじゃなかった、10万人あたりかな。10万人あたりにならした数字みたいな感じで、まあそれはどうでもいいですね。はい。まあとりあえず、この、 線が重要な数字になってくるんですが、えー、と、まずですね、BC 州が一番最初にこの薬物関連の対策を始めたのは2001年でした。この時にハームリダクション戦略っていうのを始めたんですね。で、えー、と、ま、例えばその、これ24時間針の交換をしますよっていうものとかで、まあ、これであの、そのね、いろんな病気の蔓延とか防ぐみたいなところがあったんですね。で、その後2003年には北米で初めてとなるセーフインジェクションサイトっていうのが、えー、初めて開きました。これあの、 自分、政府が運営していて、自分たちの目の前で、えっ、ー、と、その、政府が運営、または政府がお金を出して、えっ、ー、と、その NPO みたいなところに運営させて、えっ、ー、と、自分たちからその薬物をもう提供して、要は税金でまかなれてるんです,ですが、税金でそういう薬物を買ってあげて、で、えっ、ー、と、目の前で使わせることによって、まあその過剰摂取を防いで、まあ亡くなることを防ごうっていうものだったんですけれども、 2003年にそれが始まって、えっ、ー、と、結局2014年までほぼ変化ないんですね。その数字に。ってことは、あんま意味なかったんじゃないかっていうことに、まずここでなるわけなんですね。 で、えっ、ー、と、その後これなんか不思議な話ですが、2015年11月にトルドー政権が発足してからなんかスカイロケットが始まってまして、何が起きてんだって話なんですが、はい、まあ、ちょっとこの辺の謎は解明できていませんが、とりあえず2016年4月には BC 州政府が緊急事態宣言発令するんですね。まあそれでももう全くあの歯止めが効かず、はい、2019年だけ一回グーンと下がりましたが、まあでもこんなことになっていて、まあ結局、そのハームリダクション戦略始めた2001年から約20年 年経ったわけなんですが、もう今10倍以上に膨れ上がってるっていうのが現状としてあるわけなんですね。じゃあ、BC 州政府が今までやってきていたことって正しいのかって言ったら、これ絶対正しくないんですよね。で、今彼ら何やってるかって言ったら、じゃあ仕方ないから合法化だっていうふうに言ってるわけなんですが、そんなバカなっていう話なんですよね。なんでここまでそのなんだろう自分たちのこと振り返れないんだっていうふうに思うんですが。 まあ、とりあえずこういうなんかよくわからない暴走が今起きてるっていうのは現状としてあります。はい。じゃ、これに対してトルドー政府何やってるかって言ったら、えっ、ー、と、例えばですね、これ、えー、昨、昨昨年ぐらいかな。はい。あの、薬物であるとか、武器の違法売買の刑事罰を緩和するってことやってるんですね。で、えー、これ何かって言ったら実刑、要は基本的に薬物の違法売買であるとか、武器の違法売買やった場合、実刑判決が必ず禁固刑として、その最低基準として設置されてたんですね。 ま、なので、こういうことやったら絶対牢獄送りだったんですが、それを緩和して、執行猶予を可能にしたわけなんですよ。で、なんでそんなことやるかって言ったら、法務大臣が言うには、カナダの刑事司法制度には、構造的差別が存在するんだと。もう出たよ、この話って感じですよね。えっ、ー、と、人口の5%しかいないはずの先住民族が、刑務所の30%占めてたりとか、人口の3%しかいない黒人が、刑務所人口の7%占めている。これは、カナダの、えー、この刑事、 地方システムっていうのは、まあ、その、差別をやってるんだというような、まあ、ちょっとよくわかんないことを言ってるわけなんですが、で、そこで法務大臣が言ってたのが、先住民族の母親がパンを得るために、極めて低いレベルの薬物売買で捕まって、条件付きの量刑ができないのはおかしいんだっていうふうに言ってるんですが、それこそおかしいだろうっていう話なんですよね。その、やっていいことと、 やっちゃいけないことってあるわけじゃないですか。もう小学生じゃないんですけど。ね。で、あとは、そういうのを防ぐために、社会保障制度っていうのが作られるんじゃないんですかっていう話なんですよね。なので、こういうふうにその、犯罪を良しとするじゃなくて、その人たちをなんとかするためのことをまずやろうぜっていうのもありますし、あと、僕もともと有根順守で、あの、ヘインズジャンクションっていうちっちゃい村に住んでたんですね。で、そこの村人やってたわけなんですが、えっ、ー、と、たい先住民族が多分90%くらいいたかな。 っていうような、ほぼほぼそのファーストネーションズっていうファーショネ、ファーストネーションズって言われる人たちばっかりいたところなんですが、まあその人たち見てて思うのが多分文化としてこういうの根付いちゃってるんじゃないのかなっていうふうに思うので、なのでその辺を直していく動きっていうのをしなければならないんじゃないのかなって僕は思います。はい。 まあ、とりあえずこういうふうにトルドー政権何やってるかって言ったら、その薬物の流入をまず止めなければならないはずなのに、それをより促進するようなことをやってるってのは現実としてあるわけなんですね。はい。で、えさらに今こういうことをやることによって何が起きてるかって言ったら、ひいては強制デジタル ID って話に繋がってくるんですが、あの、まずこの、カナダって医療費完全無料なんですよ。 で、それと引き換えに何が起きてるかって言ったらもう崩壊状態なんですね。で、例えば12月30日の話なんですが、ノバスコシア州っていうところで一人の女性が救急に行きました。で、7時間待たされて、で、えっ、ー、とまあもう待ちきれないということで帰宅したらその1時間後に命を落としたっていうケースが出てきてるんですね。 で、まあ、こういう,う救急医療ってのは今かなり崩壊しているわけなんですが、これ今に始まった話じゃないんですよ。もうずっと前から続いているんですね。要は崩壊状態がずっと続いているわけなんですが、そんな中今まで何の改善もされないところが、例えば今だったらいまだに接種義務付けだっつって、あの、その看護師とか医者とかを首にして、みたいなことをやってる州もあるわけなんですね。例えば BC 州なんかいい例なんですが。で、え、で、そんな中ね、ただでさえ医療がもうぐちゃぐちゃになってる中で、この、 あの、薬物関連の方に今お金が湯水のごとく流れてるわけなんですよ。なんでそこのバランスどうなのっていう話なわけなんですね。で、今これを解決するために、カナダの10州、3巡州、合計13人の州首相が一堂に連邦政府、 連邦政府とその話し合いをしていまして、ヘルスケア部門の予算の増額を求めてるんですね。で、これに対してトルドーが、えっ、ー、と、10年間で約20兆円出すというようなことを提示しているわけなんですが、えっ、ー、と、これ、トルドーが、あの、要は自分たちでトルドー自身がこの医療システムをぶっ壊してる張本人のはずなのに、えっ、ー、と、まあ、20兆出してやると。ただ、それ、ただじゃ渡さねえぞと。 交換条件として、各州にデジタル ID を導入して、そしてその上で連邦政府とそれを共有せよと。まあ彼らの言い分はなんかえ、ヘルスケアシステムがうまく稼働しているかどうかを確認するためのなんちゃらかんちゃらみたいなことを言ってるんですが、はい。まあこれに関してはアルバータ州とサスカチュワン州の首相がもう徹底抗戦の構えを見せていて、えっ、ー、と多分、あの、これは盛り込まれないだろうっていうことなんですが、一応、あのー、 トルドー側の意見をある程度受け入れるって言ってるんですが、このデジタル ID 絡みは多分この二人が徹底抗戦すると思うので、えっ、ー、と、条件から外されると思っています。はい。まあ、願ってますって感じですね。はい。ちなみにこれトルドーと会った時、アルバータ州の州知事、あのもう手触りたくなかったらしくて、あのトルドーがどんだけその手出して握手しようぜって言っても、出さなかったもんだから、無理やり腕掴んで、ぎゅーってされて、あの、またそのうち見せようと思いますが、あの手に跡が残るっていうなんかもう最悪なことになってました。セクハラじゃないかと思ったんですが、はい。まあ、ちょっと 話は横に置いといてとりあえずあのこういうふうにも撮る動画ですねえっ、ー、と自分がこの約8年間政権になっている中でヘルスケアシステムを一向に改善しないどころがぶっ壊していった結果、えー、そのデ,リスデジタル id っていうものをちらつかせて、えー、なんかそれと条件にどうのこうのみたいな話今なってるっていう風になってるんですねはいであの冒頭のところでも言いましたが僕そのフリーダムコンボイ絡みのところの昨年の経験から政府にいかなるものも渡してはならないというふうに思ってますので特にこういう情報系もですね すすべきでではないと思うんですね例えば昨年の場合何があったかって言ったら、えー、銀行口座が凍結される人が続出したっていうことありましたよね。そういうふうにその生活基盤が、えー 首根っこつかまれるみたいなことになりかねないので、まあそういうことを考えると、基本的にこういうことは他やるべきではないと思いますので、まあもし仮に,に日本は今あれかマイナーパー絡みでなんか大騒ぎになってますね。はい。なのでまあそういう系とかもあんまり、えー、っとまあ人によると思いますが、あの信用を僕はするべきではないかなっていうふうに思ってますが、まあとりあえずこれは皆さんにお任せしたいと思いますけどね。はい。まあとりあえずこんな感じで、えー、っといろいろお話ししましたけど、今、まあ、カナダは、えなかなかすごいことになってますけれども、えー 気候はすごくいいので、ぜひとも旅行に来てはいかがでしょうかっていうね、そんな話で終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後は寝る直前の、えっ、ー、と、僕の視界ですね。はい。目の前でデブちゃんがなんかポケーってしてたっていうところですごく可愛いですよね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。